で、54階まで来て、そこにエレベーターがあるのと、ここ入れるんだ。誰かいる？誰もいない。誰もいないんだけど。これ、マンセマットはもう片付けられた後なのかな？そういうことなんだろうな。ロックは解除した。1階にこれで帰れる。反対側から開けられる。やっとここ開通しましたね。これいけるの？逆さヒルズ？ミッドタウン従業員用通路。いや、ここね、目的地じゃないんだけど。こんなに進んでこれると思ってなかったよ。待て。地下に行けるな。嘘。待って、これ本当に？ちょっと待って、赤い悪魔が出てきたけど何だろう？赤いシンボルの悪魔が出てきたの何ですかね？で、これね。宝箱か。お香と薄い本でしたね。待って、ここから下に行けるんだけど。どこまで行けるの、これ？旧陸軍地下壕。これどこまで行けるの？ああ、ちょっと邪魔しないでくれ。これ本当何のためにあるんですかね、これ。危ないな。結構うろうろしたから、主人公の MP だいぶ回復してますね。助かった。ほら、新手がやっぱり出てくるんですよね。この軍勢系の時だけかな。オッケー。まあいいんだけどね。新手が来ても。まあ歩いて MP を回復してる分、連戦で来られると、本当にもう。何なんだこれ。やったぞって、これ毎回ガッツポーズするのもね、もどかしいんだよね。待って、その赤いシンボルなんだろう。でも待ってよ、もう。本当にもう。邪魔なんだってば。これ何がいるの？ちょっと待って、あ、うっそ。閉じられてる。あ、めんどくせえな、ここ。もう何なんだ、マジで。ちょっと念のためセーブしたけどさ。あ、ここにもあるよ。調べられる。まあ、地図には表示できないか。待って、宝箱がこっち側にあった。ここね。くっそ、また戻ってこなきゃいけないのか。危ないな。待って、ここにも道があった。やたらね、ハンターの亡骸がありますね、ここね。ミッドタウン。4ポイント。なんか20ぐらい落としててくれないかな。これ多分ね、こっち側の霊脈を使った方がいいんじゃないか。邪魔だな。倒しておくか。また軍勢なんだ。もう軍勢いやらしすぎる。ああ、絶対来ると思った。もう本当にもう。ああ、まだ来るか。3連戦目ね。いや、ちょっとパールバティの MP がもうなくなりそうなんですよね。レベルが上がれば多少回復するんだろうけど、レベルが上がんないとな。まだ来んの？4連戦目だよ。いい加減にしてくれっつうんだよ。よかった。1万8000とかだからね、経験値が。で、レベル40になりましたね。トークンがついてる。うん、チョクラドロップなんだけど、いらないからあげる。なんてもったいないこと言ってるんだ。で、チョクラドロップね、パールパティに使っておこうかな。一個だけでいいや、とりあえず。とりあえずまずここを壊しておいて。で、間に合うか。ここ。今のところね、これでしかね、宝石を手に入れる方法がないんだよね。他で見つけたことないんだよな。CC マシンガン、黒色のピアスだって。
あれ、装備品が落ちてるなんて珍しくないですか？しかも銃だよ。あんまり上がらないな。アクセサリーは、一定距離歩くと自分 MP 召喚服。あー、ありがたいな。ありがたいけど、ちょっと今はいいかな。ま、で、セーブしておこうか。赤いね、シンボルエネミーが気になってるんだけど、見つけられないんだよな。あれ、ここ行き止まりですね。これまた軍勢じゃない？いや、なんでこんなに軍勢ばっかりいるの？はぁ、もう飽き飽きしてるんだが、こいつらには。この一戦で終わってくれればいいんだけどなぁ。どうせ出てくるんでしょう？ほら、ほらって言っちゃった。ほら。ほら、手が、しかも先制取られたし。弱点でワンパンされたし。何それ？え、だって強すぎない？いきなり強いんだけど。嘘。なんだよ。なんだよ、こいつら。どうしようかな。どうしようもねえんだよな。アイテム使う。あ、そっか、攻撃系の魔法は使え、アイテムは使えないのか。将来石って、まだ2個しか手に入ってないからね。もったいないんだよな。攻撃した方がまだマシか。あ、よかった。倒しきれた。あ、よかった。終わった。マジ危ねえ。え、呪殺耐性だって。ちょっとそれありがたいな。呪殺耐性持ちの悪魔ができた。合体で使えば、あ、え、何？デクンダとか覚えるの？あ、デクンダ覚えてくれるの？ありがたいな。ナバールでよくない？パートナーもう。で、ここはね、行き止まりなんですね。もうこれ以上先行けないんだ。待って、赤いの出てきたぞ。これ何なんだ？あ、ぶ、あ、嘘。え、何？え、これなんだ？どういう組み合わせよ。あ、レベル高いな。なんでヌエと稲葉白ウサギ？これ何かのクエストなのかな？こんなクエスト受けてたっけな。まあ平然と弱点をついてるけど、ヌエといえばザンマっていうのがね、相場は決まってるんですよね。いや、ただ稲葉白ウサギはわかんないな。これ何弱点かな？ザンじゃない。まあ、ハマーは効かないだろうな、多分。アギラは？アギ弱点ね。まだまだ。うん。あ、ヌエの肉だって。そんなクエスト受けてたかな？教勉強。取得経験値を多く入手する。まあ、もらっとこうかな。教勉強なんてあるんですね。残り3個だって。ヌエの肉。ちょっと待って、そのクエスト何ですかね？あ、待って、そんなに増えてる。不遇な子供に悪魔の手を。ミッドタウンそばの青山霊園にいる悪魔たちから、白い液体を取ってきてほしいのです。当施設では、親を亡くした子供を育てているのですが、血のみ子は悪魔の肉を食べられずに増えています。どうかこの子たちをお救いください。青山霊園って行ったことないな。あ、これですね。まだ見ぬ美食の姿。食べたことのない肉を食べてみてっていう男がいる。このご時世に贅沢な話だよな。その贅沢野郎の所望している品が、ヌエの肉だ。渋谷の井の頭通りあたりにいる、猿の頭に、虎の手足。胴は狸で、尾は蛇っつう、奇妙な体をした悪魔らしい。そんじゃ美食のためによろしく頼むぜ。こんな軽いノリでな。次、邪魔な悪魔を置いてもうたれ。え、大きな声じゃ言えへんけど、文字やからかまへんやろ。わいは今、渋谷の道玄坂にある、クラブミルトンってとこにおるんやけど、玄関にでっかい悪魔が居座ってケツかんねん。おかげで物資を流すどころか、外にも出られんわ。悪魔野郎、トラルテクトリンを置いてもうてくれ。まあ、渋谷ですね、これは。いつの間にこんなにクエスト増えてたんだろう。気づかなかったな。ん？ザンマを救うかじゃに。いや、困るな。まあ、ヌエの肉を集めるっていうだけであれば別にここでやる必要ないんだよね。
え、じゃあミッドタウンってそれで終わりか。一通りじゃあ奥まで探索しましたね。逆さヒルズまでは行けませんでしたね。行けなかったよね。ちょっと待って、後で動画見返そう。確かね、前作ではドアがあって、逆さヒルズの方にね、行けるようになってたと思うんですけど。多分今ね、ドアなかったと思うんだ。帰ってきました、地上に。ここは？ここなんだ？あ、悪魔が減った結界。ちょっと待って、一旦ね、渋谷に行こうか。タイヤマさんが行方不明になってから、あしらかいは変わっちまった。今は安倍さんが陣頭に立ってはいるが、俺はどうにもあの人が苦手でな。どっから出てきたんですかね、安倍さんって。絶対悪魔なんじゃないかなって思ってるんだけど。だって今まであしらかいにいた人間じゃないんでしょ。どこから来たのかわからないって言ってたから、あ、当たっちゃったよ。な、ブツブツ言ってるからよ。ここが渋谷。とりあえず渋谷に入って回復したいですね。渋谷も、まあ、変わりないんだろうな。いや、回復したいんだけどさ。待って、そこに支援者いるの？マップに赤く点滅してますけど。そこにいるってこと？どこにいるの？わかんないけど。これ待って、すぐに紹介にたどり着けないかな、もしかして。こっち側に確か紹介がありましたよね。一旦ね、紹介を目指していきますね。そこから入れたらいいんだけどな。大丈夫？封鎖されてる。封鎖されてる。これナバールなんとかしてくんないかな。ナバールならなんとかなるんじゃないの？いやー、マジか。前作同様、こっちの入り口は封鎖されてるんですね。回復がしたいだけなんだけど、危ないな。出てくる悪魔はそんな感じか。で、ハンターの亡骸を発見しました。いくつもらえるかな？ 3 か。しけてるな。じゃあちょっとね、渋谷の街の入り口を探しに行きましょう。もしくはターミナルがあればいいんだよな。ここは？なんだあの巨大な蛇は。あんな悪魔は見たことないぞ。とっさに逃げ込んだはいいが、どうか見過ごしてくれ。やっぱ支援者に襲われてるんですね。なんかそんな感じではないんだけどな。牛コータン。待って、あのね、悪魔をちょっと合体していこうかな。待って、セーブもしておいた方がいいかな。なんだかんだ2レベル上がったんでね。悪魔作れるんじゃないかな。悪魔が集い石邪教の役。スカーハが出てきたな。リリムとパワーか。マットガッサーでも作っておきますか。特にこの悪魔が欲しいというわけではないんだけど。MP163 ね。まあ、いっか、この組み合わせでとりあえず作ってしまおうか。待って、危ない。悪魔全書に登録してからだ。待って、インフェルノにしとこうかな、やっぱり。マハラギオン、アギラオ、タルンダ、ラクンダつけて。回復プレロマはいらないかな。どちらかというと、パトラとポズムリーがあってもらった方がいいな。ディアラマはつける必要ないか。いや、マハラギオンいらないからディアラマにしてしまおう。回復要因でね。他には、あ、クシナダ姫だって。山わらとマカミで。クシナダ姫が作れる。あ、自殺弱点か。さっき誰か自殺弱点つきましたけど。クシナダ姫につけたいな、それなら。誰だっけ？チンだよね、確かね。チンからクシナダ姫にはならないかな。ならないですね。いや、とりあえずクシナダ姫でも作っておきますか。適当に。適当にね。回復プレロマつけて。なんかマハンマ音とか覚えてほしいな、そろそろ。マハンマ、ディアラマ、教勉強。こんなところでいいかな。
ポズメリンいるかな？タルカジャ。タルカジャの方が欲しいな。とりあえずこんなもんでいいんじゃないですか。国つかみ。クシナダ姫。他には何かいないかな。放電、放電か。こんなスキルありましたね。ああ、火炎耐性がつけられるよ。リング作りますか、じゃあ。待って、パワーか。パワー使っちゃっていいかな。今進化したばっかり。何を覚えるかな、あの万能属性のスキル。まあいいか、使ってしまおう。うん、衝撃と電撃に適性があるって珍しいですね。ザンマ、ジオンガ、ちょっと放電は置いとこう、一旦。電撃プレロマ。待て、消しちゃったよ。火炎耐性、電撃プレロマ。あ、タレンダラ君だった方がいいよな。あと二つスキルの枠が欲しいな、やっぱり。ハマプレロマとかもつけたいところだけど、まあ、どうせこいつはハマ使えないからね。一旦これでいいか。まあそんなところかな、とりあえず。まあスタメンに入れるという感じではないので。で待って、なんかね、新しいアプリがついてる。アンチポイズン。なんで今？これいつ増えたんだ？毒エリアのダメージを無効化し、毒にかからなくなります、だって。それあった方がよくない？取っとこう、とりあえず。完全に毒が無効化されるんだ。まあ、とりあえず引き続きね、渋谷の入り口を探していくしかないよな。どこにあるかな？ハチ公の方とか今は行かなくていいから、まあ、異物とか回収しながらね。こっちのマルシーは違う、それスバセカだ。マルパチ。108の方に入り口あるんじゃない？これハンターの亡骸がまたあるな。なんか最近すごい頻度で見つけてますよ。ハンターの死体。2しかもらえないのかよ。しょっぽいなぁ。そこは開けられないのか。ダメだよね。待って、ここにあった階段。赤玉をたしなむ悪魔のマナーと記されている。懐かしいな、赤玉。いや、ここから入れるんじゃないかな。どうかな？ん？ここなんだ。非常口。夢見がちな女。大きな蛇が隣にいた男性を。なぜあの蛇はここに現れたの？これは日の光に恋焦がれた私への罰。食べられることが食材なの。なんか言ってるな。くそ、死刑者が現れた。何なんだよ、あいつ。畜生。あんなの勝てるわけない。無理ゲーだ。もうおしまいだ。クソクソクソ。確かにね、死刑者は強かった。勝てる見込みなかったんだけど、本当に倒せるのかな？ミカエルの槍、え、待って、なんで悪魔がいるの？ここはまだ街中じゃないの？まだ街中に入ってきたわけじゃないんだ。悪魔がいるわ、ここ。え、待って、渋谷ってそうなの？死刑者を退治しないといけないってこと？あ、クローズと書かれた看板がかかっている。ここは？確か下の方にね、ハンター召喚あったと思うんだ。下に向かっていけば多分であるんじゃないかな。あ、そうですね、多分。死刑者を撃退しないといけないんだろうな。あの、新宿みたいに解放しなきゃいけないってこと？あ、ありました、ハンター召喚。よかった、店長、店主いるね。お金取るんだね。死刑者は宮下公園の方へ向かった。被害が広がる前に何とかしてくれ。だがいいか、無理だけはするなよ。勝てないと思ったら逃げ帰ってこい。死刑者をじゃあ倒さないと多分渋谷も解放されないんだろうな。
新宿と同じですよね。宮下公園ってどうやって行くんだっけな。いや、ちょっと一旦今回はこの辺で終わりにして、続きはね、また次回やっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。